イエーイ星、チャップマン漫画虫料理研究部部長のチャップマンまさきです。今回はイカ2杯を使ってパスタの流儀に登場した日本人好みのイカスミスパゲティとめんつゆ一人飯に登場したイカ飯を再現していきます。まずはもち米 100g を水につけて浸したまま放置しておきましょう。そしてイカの内臓を抜いていきます。透明な骨も入っているので一緒に抜きます。まあ、軽く抜いた後水洗いしてください。今回ゲソと内臓の方はパスタの方で使っていきます。ゲソはそのまま食べやすいサイズにカットしておきましょう。鍋の中にコンソメを溶かし炭袋内臓を入れていきます。まあさすがに2杯分のイカスミではイカスミが足らないので市販のイカスミをプラスしていきます。イカスミはまあアマゾンさんで探すのが手っ取り早いですかね。小袋を 5g ずつに小分けされて冷凍できるイカスミを買って保存してあります。ニンニク、オリーブオイルを炒め、白ワインを入れたものに伸ばしたイカスミを入れ、さらにパスタードトマトを入れて煮ていきます。パスタードトマトはまあ最初から裏ごしされているトマトピューレですね。別のフライパンでニンニクを炒めてみじん切りの玉ねぎを加えていきます。イカゲソを炒め唐辛子を入れていきます。ここに別鍋のイカスミソースと合体しイカの塩辛を加えます。茹で上げたスパゲティと少しの茹で汁を合わせればパスタの流儀よりスパゲティアルネロディセピア完成です。それでは早速食べていきましょう。いただきます。トマトの酸味と濃厚なイカの味が最高ですね。そして言うほど歯は真っ黒にはなりません。今回まあ身の部分を使ってないけどそれでも美味しく仕上がっております。これ身の部分とか入れたらもっと美味しくできそうですね。皆さんは市販のイカスミのパスタソースにイカの塩辛をプラスして試してみてください。美味しかったです。ごちそうさまでした。続いてはめんつゆ一人飯より、海でのバーベキューで戸越さんが作っていた本格的なイカ飯ではなく甲子さんのめんつゆで作るイカ飯を再現していきます。イカのお腹の中に水で戻したもち米を詰めていきます。この作業結構めんどくさいですね。まあジャストサイズのスプーンを見つけてそれでやるのが一番いい感じがしました。詰め終わったら用事で入り口の方を止めて圧力鍋に入れていきます。圧力鍋に入れたらみりん大さじ2杯、水 500cc、 めんつゆ 200cc を入れ、おろし生姜小さじ1を入れ圧力鍋で火にかけます。蒸気が出だしてから7分経ったら火を止めて蒸気の圧力が抜けるまで放置します。圧力鍋は圧力がかかっている時に開けようとすると爆発してしまうので気をつけてくださいね。蓋が開けられるようになったらイカ飯を取り出して一口サイズにカットして、そしてつゆをかけたらめんつゆ一人飯イカ飯完成です。それではいただきます。家では絶対作れないと思ってたイカ飯がこんなに簡単にできるなんてちょっと感動しちゃいますね。これはもっと研究したらさらに美味しくできるんじゃないでしょうか。これは確実にリピートですね。これは残りは嫁さんに食べさせてあげようと思います。そういうわけでラップして残しておきます。ごちそうさまでした。今回の研究結果です。イカスミパスタもイカ飯も実際やってみると簡単に作れます。今回紹介したパスタの流儀全5巻です。本日のバーガーの埼谷梅太郎先生と花形玲さんのコンビの本格パスタ漫画です。見るとパスタ食べたくなっちゃいますね。本当に面白くてためになるのでぜひ読んでみてください。そしてめんつゆ一人飯、すごく簡単でお手軽で本当に美味しいめんつゆ料理がいっぱい載ってます。これ一人暮らしで初めて自炊をする人とかが読んでみたらいいと思います。とっても参考になると思いますね。実写ドラマ版もあるのでぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。最近僕はもう朝から晩までラーメン作りに勤しんでおります。そう、あのラーメン清流坊のラーメンを再現しようとしております。そんなわけで朝昼晩ラーメンばっかり食べてちょっと体の調子がおかしくなってきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。